はレフトファールフライでした。太田が初球打ち、ライトの向こう側伸びていって、打球はスタンドに消えていきました。紅白戦でも着実に結果を残していたこの太田亮なんですが、石川から逆方向へ一発、逆方向への当たりでしたが、ライナーであっという間に打球はスタンドに到達しました。1対0オリックスバファローズ、太田のホームランで先制です。初球を打ってのホームランです。昨年はプロ初ホームランをバンデンハークから放ったこの太田亮、高校を出て3年目のシーズン、バファローズ今シーズン初の対外試合で最初の打席で初球打ち逆方向へのホームランです。